えお疲れ様です。それでは第42週目。こちらの見通しをテクニカルから測っていきたいと思います。えー、まず週足を見ていただいてるんですけども、ここはですね、下落した値動きがこちらの方に反応して止まって、半、え、値、ー、戻しをしたところですね。この急落の半値戻しです。で、こちらの方は上昇したんですけども、41週目はほぼ横ばいでしたね。 上下に触れたんですけども、結局実体がこの小さなところに押し込められていました。そうなると上昇の動きも止まりましたんで、下落にちょっと反発する可能性はありますけども、ただ横ばい状態が続く42周目になるんではなかろうかというふうに考えることができます。具体的に言うと14、149円000あたりから上下50ピップスほど の動きに収まるかなってとこですね。まあそうなると、149円500から148円500の間で上下を推移すること。このあたりに当たりをつけて、14日月曜日から見ていけばいいと思います。で、14日月曜日は祝日なんでね、なんと日本もアメリカも市場が休みです。ですので、かなりここで市場が緩やかになって、15日からの見通しがつきやすくなるんではなかろうかというふうに見えますね。 あとは14日の動きを見ながら15日を検討していきたいと思います。はい。週足はそんなところですね。で、次、日足しを見ていきます。日足しになってきますともう14日の、えー、まあ一部をね、解説することになると思いますけども、このように上下の値動きが落ち着いてきたところなんで、上に大きくも下に大きくも動かないんじゃないかなと思います。この上昇の 移動平均線のサインなんですけどもこれも急速に閉じていって横ばいの方に行くようにこの並びから思いますね派手に上にも派手に下にもいかないこの急速に下に落ちてきたものがこの反値戻しによってだいぶ落ち着いてきたかなと多少ね下に動くような気はしますけどもね で、時時間、1時間を見ていくことになります。正確にはね14日祝日の動きを加味しながら15日を見ていくってことになりますのでまあなかなか今の時点でね4時間とか1時間を仮説することはできないんですけどもぐーっと戻ってきた上昇の動きはぼちぼち閉じていってこの赤い移動平均線の4本の束のいずれかに収まっていくんじゃないかなっていうところですね。 まあというのが、一旦上に上がって、下に行ったんだけど、また戻ってきて、ここを中心としたマーケットをさまよってるからなんですよね。だから、横ばい模様で、15日はスタートすると思います。15日から派手に仕掛けるというよりも、15日は、レンジを測っていくってことになりそうですね。はいまあ、トレンドはちょっと終わったかなってことこです。トレンドのチャンネルライン、このようになってましたからね。はい。じゃあ最後1時間です。 いや、なんともね、月曜日にアメリカも日本も休みですから <laughs>、あの、珍しいことだなと思いながらですけども、え、先週の木曜日、金曜日は、このように、ほぼ横ばいになるような形で終わっていったわけですよ。横ばいにね、こう、この大きな流れから、横ばいの方向に持っていったわけですから、これを踏襲するように見ていけばよろしいかと思います。もちろん14日、祝日に、またね、日米が休みとしても、何が起こるかわかりません。その辺を加味して、 考えていかなくてはいけませんけども、まあ15日から始まる15、16、17、カ水木っていうのは、概ねレンジで攻略できるというふうに思いますね。はい。まああんまり確かなことが今回は申し上げられませんけども、えー、月曜日と金曜日を除けば非常に攻めやすい、見やすい3日間になるんじゃないかなと思います。正面1週間って言っても今回3日しかありませんからね。はい。そしてお知らせです。繰り返しになりますけども、 今回42週目の解説させてもらいました。43週目はインターネットの環境が悪いところに私身を置きますので、43週目は日々の解説ができないと思って、1週間ちょっとね、お暇をいただきたいと思います。おそらく25日、26日あたりから放送は再開しますけども、そちらの方ご容赦ください。よろしくお願いします。それじゃあ。